はい、おはようございます。高田の馬場健生帝です。本日、2020年スーパーベースボールということで、じゃあ1回戦、ババラムネと適当、ババラムネと適当。じゃあ、はい、はい、慎吾さん、もう適当に行こう。もうあ、どうも、適当に。あ、今日はね、野球ということで、はい、これ、そういえば適当さんが、そう、適当さんなんですよ。まあ、指定したからには、実はやり込みで、あ、ワンピン押しちゃダメです、これ。このゲーム、はい、そうなんですね。まず第一の難関は、ニクレ入れて 2P からスタート押さないと対戦できないというところなんで、はい、まあ、これはちょっと間違えないようにしましょう、はい。というわけで、2020年スーパーベースボール大会始めます。4年後にはこれが多分正式種目として野球になると思うんですけど、東京ドームがサイバーエッグになる日が、もうあと4年ということで、あ、このゲームまず特徴としてはなんかファールのラインがすごい独特なんですよね。そうですね、モイプロだとこれファールだろうっていうのもフェアだったりするみたいな、なんかそれがちょっと見れば分かるんですけど、ファールとかファールエリアみたいになってるんですよね。先行、女のチームを使っているのが、ババラムネで、ロボットの方が敵と組んですね。インフィールドフライとかいうルールはありません、これ。これはアウト。あ、ちなみにただのフライでも、あの時無理やりジャンプして取ったりすると、ファインプレー扱いされて、お金が、ファイトマネーが、ファイトマネーを稼いで、やっていくという。これは逆にスライディングしましたね。このゲームちなみに守備の方はややオートで、あの落下地点まで行ってくれるので、まあ、結構守備そんなに苦手な人もできるかなって感じです。でこのゲームはそのストライクを取ったり打ったりとか、まあ、いろいろ、まあ、プレーにいいところができるとお金が稼げるっていうシステムがあって、でお金を稼ぐと選手を強化できるというピッチャーを強化するのは結構お金がかかるんですけど、バッターを強化するのはなんか3段階ぐらいからあって、まあ、一番安いやつだったら結構すぐ強化できますね。2000円からでしたっけ、一番安いの。2000とか3000とかそのぐらいからですね。打ったけどこれは落下地点に入って、手上げてれば、大体取れます。あ、これですね、ジャンプ。ファインプレー1000ゲット。1000円。いや、さすが指定しただけあって適当さん分かってますね。さあ有識者の攻撃、ルールは1回表裏で、の勝負、延長の場合はサドンデス1点入れた方の勝ちというルールを採用します。はい、そうですね、まあワースターとかと同じルールですね。ただこのゲーム、はい、先ほど言ったようにお金を稼いで、あ、まあ、強化っていうのができるんで、お、セーフ、クロスプレーでセーフですね。まあ、高校の方がひょっとしたらやや有利かもしれないですね。でも、守りきれるんだったら先行の方が、そうですね、はい、サドンデスの時に貯めたお金を使えるんで、ここであと、これはフェアですね。そう、ここがファールじゃないんですね、ファールじゃない。一塁線と三塁線の外がまあ普通はファールなんですけど、このゲーム一塁と三塁から先はフェアになります。容赦なく強化、高校を取った敵と。あれでもお金がないぞ、微妙にちょっと届かなかった。さあお金を貯めて、さあ牽制。あ、ちなみにこのゲームはあれですね、ワンクレジット5分でしたっけ。ワンクレジット5分ですね。5分間過ぎるとなんか強制的にコンティニュー画面に移行します。まあ今回のルールだとちゃんと1回表裏やるんで、これで抜けた。さあ勝ったのは適当。おめでとうございます。さすが、まあ、有識者というか指定しただけあります。じゃあなる微分、まあ、なるくんと微分さん、なるさんといえばクソゲーには定評があるので、ちょっとこのゲーム強そうな部分がありますね。あ、これはじゃんけんに勝った方が、あ、 2P が高校になるはずなので、あ、 2P が強制的に高校です。なので、まあ、高校取りたい人は 2P 側で。これは微分さんが 2P で高校ですね。あ、じゃあ微分さんスタート。おっと、なる。あ、だから。あ、ちなみにこのゲーム乱入とかそういうのもできないので、本当に最初に対戦できないと、はい、まあ、しばらくお待ちください、はい。あと、ちなみにこれ何でしたっけ、最初になんかリーグが実は2つあるんですよね、
まあ、まあ、どっちでもいいんですけど、あんま自由です。この辺は今回チーム決め自由ということなんで、まあ、なんだったらじゃんけんで先行後攻決めなかった方が決めるとかでもいいと思いますけど、まあそうですよね、まあ、その辺は話し合って決めてください。ただこれ球場は一つっぽいんですよね、なんか対戦してる球場はこれ一個だけですね。何でしたっけ、センター350メートルでしたっけ、ね、なんかやたら広い球場、まあ、一応ロボット同士っていうことなんでだいぶなんか規模がでかい感じのをやろうとしてるんでしょうけれど、まあ、175とかもう低速ですよ ね、おっとデッドボール、これは救急車来るかな、あ来なかった、救急車来ると代理で罰金でしたっけ、確か罰金です、罰金ですよね、罰金で投げた側のお金が減るとともに、はい、まあ、救急車で運ばれた方は強制退場になってしまいます。おっと、お、あ、これは盗塁しましたね、気がつけば。これは今先制、あ、バッター側がナルですね。さあちょっとこれはインフィールドフライ、さすがにこれは飛ばないで安定ですね。まあ、無駄にその滑り込んだり飛んだりしてドロップするとエラーをやっぱり誘発することもあるんで、まあ、1回コッキンの勝負だったら、あー、チェンジ、まあ、無理して取る人はないかなと。さあ出てくるのはダミアン。そう、このゲームなんか結構あれなんですよね、野球選手の名前に元がありそうな感じ。おっと、これは救急車、報復デッドボールですね、これは。回収されてしまいましたので、ここで代理が出てくるはずですね。 あと4年でこの救急車が開発できるのかっていう話ですけど2020年には東京ドームで多分これが使われるようになるはず。これが使われる、野球なのにレッドカードもなかなか当たらない。300キロだって打てるぞこんな。いやー、これは相当な速いですね。あとこのゲーム結構投げた後にレバーの左右でボールを動かしてるので、スローボールをするとかなりうねうねした球が投げられますね。さあ、手取れるかなる、あ、取った、バッチリ取りましたね。さあ、まずはワンアウト、まあ、一塁にいるといっても、このゲームホームランがあのバックスクリーンでしかないんで、そうですね、あのセンター返しでしかホームランがないので、結構、まあ、長打を打たれても割と大丈夫なことが多いですね。さあ、こっちはフェアだな、フェアだ、さすがにフェアです。で、あのストップゾーンにボールが行くと強制的にボールが止まると。そうですね、これはさすがにサドンデスの匂いが。これはこれはファールかな、ール、ね、戻ってきたやつはファールですね、はい、戻ってきたやつはちょっと分かりづらいんですよね、ちょっとあのファールのねところが分かりづらいですけど、あ、これファールですね。なんかテンポ良さそうでテンポが悪いっていう。そうですね、意外と。それでいてこのゲーム制限時間制なので、こういう展開になると結構お金に優しくないで。さあ、これはさすがに、まあ、安全に取りましたね。さあ、サドンデス入りますよね。ただ、お金的には微分さんの方はだいぶ溜まってますね。ナルさんの方はちょっとデッドボールなんかもあって、ちょっと強化するには足りない感じっぽいですね。おっと、あ、ファールですね。ファールですね。危ない危ない。さあ、パワーアップしないになる。おっと、まだワンアウト。さあ、ここで、あ、どうしよう交代。どうしよう交代。なんか、やたらと防御率低いやつらが多いんですよね、このゲーム。もうとりあえず、フィーリングで決めましょう。まあ、まあ、適当に。あ、なるがチーム、あ、なるじゃない、微分差か、まあ、防御率低いといっても、この多分時代だとやっぱりこの強化されてるだけあって、乱打戦とかの方が好まれる感があるんじゃないかなという時代背景をきっと想像するんですけどさあ、ロボピッチャーから投げての投げた、これはフェア。そう、あの審判パッと見野手かと思って取ろうとしちゃうんですよね。もう以前間違えた。あれただの野手ですからね。あ、審判ですからね。さあ、ボール1回逃がして、さあ、遅めの球を引っ掛けて、これは抜けましたね。シングルヒットですかね。ただ、あの球場が広いのでランナーがやたら遅く感じると。そうですね、いくらロボットとはいえ、あ、これはおっと、アウト。あ、これは戻らないと。よかったね、野球のルール知ってますね。知ってますね。さっき僕何人かになんかフライの時は戻らないとって話をしたら、何ですかって顔されたんで帝は野球からだった。まず、いや違うの、ホームライン以外全部アウトとかそういうのがないっていう話なんで。帝の人間はホームライン以外全部アウトですからね、野球のルール的には。しょうがない。いや、久しぶりに真面目というのもあるけど。おっ、デッドボール当たった。デッドボール。
さあ D2R2 ってまたどっかで聞いたような名前が D2R2、 このチーム確か映画のキャラクター名を元にしたやつらがすごい多いんですけど、 あこれはチェンジ、この時点でナル君の勝ちなくなった、なくなりました ね、 ね、もうあとは身分差を満ちてるんですけど、あ来た、ここでクラッカーの設置です。ですね、地雷が置かれます、このゲーム途中で、外野に地雷が置かれます。で地雷を野手が踏むと爆発して一定時間取れなくなっちゃうんで、まあ地雷を踏まないようになんとかあのフライとか取るように気をつけてください。ちなみに海外一応増えるごとに地雷の数はどんどん増えてきますけど、まあ3回ぐらいだったらそんなに踏むことは多分ないんじゃないかなと。ただ先ほども言ったようにフライは割とオートで野手がそこに向かっちゃうんで、おっとデッドボール、勝手に踏んじゃうことはあります。もうこれナル殺す気で言ってますね。ちなみに2回の裏終わった時点で同点だった場合は、両者失格とさせていただきます。さすがにもうこれは厳しいですね。もうナル君はあとはビビンさんがまあランキング1位を走ってることもあるんで、まあなんとしても道連れにしたいんですが、これはおっと進んでなかった。はい、アウトですね。アウトですね。さあローズマリーの赤ちゃんがちょっとだいぶスローボールというか、もうピッチャーがだいぶボロボロになってますね。ピッチャー変えなくていいんですか？燃えてますよ。これ爆発しますからね、本当に。そうですね、なんか爆発するんですよね、このゲーム。野球やらピッチャーは、そろそろ爆発するぞ。そろそろ来るかな、これ投げた後に爆発することがあるんですけど、なんかそれをさあ、2ストライクを追い込まれて、おっそめのボールを振っちゃう。なんとかこの回いけるのか。代打で使いそうなやつが、なんかもうこのステータスもキラートマトってやばいですね。アタックオブトマトでもキラートマトでももう何でもいいですけど、おっと早速当てていく。さあ漏れなく救急車と、まあ代打はこうやって処理するのだと。そうですね、何にキャトルミューティレーションされることか。もう罰金かけないですからね、価値がないナルとしては。そうですね、さあ代打、代打で出してきたキャラとかパワーアップしたキャラはデッドボールで即退場させるっていうのも、まあ戦術の一つにはなります。まああれですね、本当にアイアンリーガーみたいなもんなんで、こう最後まで、あ、高く来た、壊れた。まあまあでもなんか球がくっそ遅くなるとかそんなぐらいだったと思うんで、あ、まだ大丈夫かな、この回終わるまで大丈夫かな。この回終わったら、スタミナ切れというか、あ、そうですね、ということで、退場になります。さあ、満塁だぞ。満塁策ですかね。満塁策か、多分考えてないぞ、なる。ただ、憎しみを込めて、ビウンさんをデッドボールに追い込んでいく。いやー、これは、さあ、決意ロボットが出て、遅い。このゲーム結構早めに振っても当たることはある。おっと、あれ、今のがデッドボールにもならない。なんですかね、今のは。押し出しがないのか、このゲーム。避ける魔球ですから。大陸ボール3号。大陸ボール3号が、ついにここで。あっと、これは、あ、投手変える、やっぱ変えますよね。 9.91 って、相当ザルじゃねえか、それ。炎上してますね。お、しかしここで 9.91 の攻撃を出す。それに対して、ビブンさんも代打で、すごいな、打力と守備ゼロとかすごい。ダメそうなのよ、あ、アミン、アミン、食人大統領か。なんかいかにも、食人大統領アミンです。ジェイソンとかメタルゾンビとかもわけがわかんないことやってますね。あ、ちなみになんかメタルバンドの名前がついてるチームあるんですけど、ピッチャーがメタル1、2、3っていうのがすげえ手抜きだなって思いましたね。メタル1、メタル2、メタル3っていうピッチャーが3人並んでるんですよ。さあ、フルカウント振ったのにボール、デッドボール押し出し、さよなら、ビブン勝利おめでとう。いやー、いい試合でした。たまにあれ振らない、振ってもボールになるので、これはしょうがないです。2020年のベースボールはそうなってます。じゃあ次俺と岩倉さんですね。さて、じゃあ有識者っぽい、有識者っぽい人を呼びましょう。はい、有識者っぽい人。はい、どうも。ワンピー側が、ワンピー側岩倉、ツーピー側が、シンゴと。は
これ岩倉さんが勝てば、3ポイントのボーナスポイントがもらえると。そうですね、はい。どうなんですか、有識者なんですか。そうですね、このゲーム大体分かってます。大体分かってますか。東京からもどのチームか分かってます。このゲームの基本はですね、ファールゾーンがあんまりないってことを利用して、丁寧に流し打ちして、もうどう考えてもファールみたいなところにかっ飛ばしていくのが一番いい感じですね。まあ完全に戻ってくるまで時間がやたら長いですからね、あれファール。さて、はい、まあ岩倉さんが先行ですね、先行が岩倉、そして、スピーガーの投げてる方が新本。これハーフスイングは有効なんですか。そうですね、有効ですね。若干パワー落ちるかもしれないですね。フルスイングよりはちょっと落ちるかもしれない。そうです。さあ三振取って、おボールあるんだ、あフォークあるんだ。フォークボールちゃんと使ってますね。あっさあ打っていって、これは全然伸びないぞと。内野フライ。内野フライは基本的にオートフィールディングにならないので、はいはい、ちゃんと自分で操作する必要があります。なるほど、はい、外野のは結構、そこに向かって歩いていってくれますけどね。そうですね、さあボール、さあストライクを追い込まれたぞ岩倉。で遅い球で振っていく。さあ慎吾0点に抑えて。慎吾さんは、女性格闘家チームを選んでますね。容赦なく、あパワーアップしましたね。おさあ慎吾も何気にやってるっぽいんですけど。そうですね、おこれはフェアですね。これフェアですね、これファールじゃないんですよ、頑張ってこれフェアです。二塁まで行けるか。行けます。あ、うん、ちょっと安全策で戻りましたね。そうですね。さあ進塁、これはゴロで、これはセカンドに投げてゲッツー。あえセーフ、あーセーフですね。これはセカンドが正解でしたね。ビルダースチョイス。そうですね、こういったミスが野球では怖いです。さあお、これも同じような球。さあこれは進塁打になりましたね。さあ逆転のランナーが、あ、あ、岩倉さん見てなかった。あ危ない危ない。慎吾さん意外とワーストできる方なんで、こういったことは平気でやってくると思うんで。なかなかね、この画面に戻んなかったら走ってると思った方がいいという。そうですね、ちゃんとランナーの動きは見ておくことですね。さあこれはレイヤー姫。そうですね、この女性学校がチームって映画のキャラクターから撮ってるので、これレイヤー姫ですね。あ、あれですか。スターウォーズで、にさあこれでなっと、さあさあこれでぜ同点なので、サドンデス、はい、得点1点入った後は勝ちとなります。はい、さあ打ち上げた、さあ打ち上げたぞこれ。さあファール、あ構えてますね、構えてますね、構えたところで取れると、はい、さあさんあれですね、緩い球でしっかり打ち返せを取る感じになってますね。これはね、構えてくれてる。あ、構えてますね、はい、構えてくれてます。ジャンプ、あ、取った。さあ、先点ゲット。これで次の回裏に逆転を狙う。これもある程度行ってくれるので、ここでいやジャンピングキャッチ、ね、1000円ゲット。普通に取るよりも200円高くなります。これの積み重ねが大事です。さあこれで岩倉さんの勝ちがなくなりました。はい、さあサドンデス勝負。これでホームランが出たらサヨナラ信号で、これで岩倉さんが抑えきれると、両者失格となります。はい、両者失格だと3ポイントもない。3ポイントもないですね。はい、あ、これはフェアです。あ、フェアです。これは残念ながら当たりが良すぎてシングルです。打
打っていく。おっと、アウト。うまい。やりますね。さあ、代打。いやー、これは地雷が、地雷踏まないか、アウト、さすがにこれはアウト、確実に、岩倉さん、またぼーっとしてますよね、スタートボタン、スタートボタン、はい、スタートボタン、これ、時間制なんで、5分経つとコンティニュー画面が出ちゃう、さあ、ストライク、これ、困ったところが、ピッチャー投げた瞬間にコンティニュー画面になるときあるんですよ、ね。ありますね、はい、どこでも強制的に、おっと、これはさっき、なるくんとの試合してるときに、投げた瞬間、コンティニューになって、いきなりスタートされて、両者失格、ポイントゲットならず、惜しかった、じゃあ、R1 マグロ、R1 マグロ、お願いします、じゃあ、慎吾さん、また、はい、いや、いい勝負でした、悔いはない。なかなかこのゲームそうですね、当たりがいいとホームランが真ん中以外ないこともあって、跳ね返ってくるとあんまり2塁打3塁打が出づらいゲームなんですよね。そうですね。じゃあ 1P 側がマグロさんで 2P 側が R1 さんと、さあマグロさんは最近グラディウス3をやってるのは僕はよく見てるんですが、なんと装備がスネークオプションにスモールスプレッドっていうなかなか渋い装備を使ってる、いぶし銀を見せる方ですね。アルヒさんは、まあ、エアガイツで、まあ、有名なというかエアガイツのプレイヤーで、まあ、よく僕もひどい目に遭ってますが、なかなかこのゲームそうですね、さっきパワーアップしましたけどあんまり実感できるほどの差がちょっと出なかったですね。高校がまあ有利ともちょっと比較的前半だけだと言いづらいかもしれないですね。さーて、さあハーフスイングから先行がマグロさんですね。さあこれはなんか忍者なんたらとかそんなチームだったような、なんか日本名のやつが多いやつですね。さあただでさえ見慣れないゲームなのにアンダースローはちょっとタイミングが取りづらそうですね。さあこれはがっちりキャッチ。さあ切り風。さあだんだんなんかウルフファングにいそうな名前が出てきましたね。さあギリギリ入ってるか、まあ、ストライクゾーンとかさすがに細かくチェックしてないんで、まあ、どの辺まで入るかっていうのは分からないですが、大体ベースの上に、ボールの影が、ね、入れば、大体ストライク。さあファール、ね、これはファールですね。あのファールゾーンなんかフェンスの外と内側でラインにズレがあるんですけど、なんか上の方だとちょっとぐらい外でしてもファール扱いにされちゃうんですよね。さあ10米だいぶせんべいな別な感じですが、おっとここで、あ、タイムしたけどこれはちょっと間違いですかね。まあ、序盤はさすがにお金がないと強化もできないんで、あ、ちなみになんかお金を使ってパワーアップできるときはパワーアップ OK っていう文字が出るんで、うん、まあ、それが出たらちょっとでも強化できるっていう感じです。さあストライク、遅めの球にタイミング合わせづらいですね。これおお、これはファールゾーンを抜ける前に、さあ追い込まれて、おこれはフェアですね、フェアですね、これがフェアっていうのがすごいですね。ただこれ2塁走れるか、走れたね、これはなんとか2塁だ。さあ1回の表マグロが先制点できるか。さあこうなると1塁側に飛ばしたいとこなんですけど、おっとこれは内野安打だが、これは3塁は確定するものの、まあ、さすがにチェンジですね。さあ、所持金は3000と430円。とりあえず安いアーマーはつけれますね、パワーアップ OK 出てます。とりあえず交代して1個は打撃パワーアップができるかなぐらいの、そうですね、なんかパーセンテージで 15% アップみたいなのが一番安いの出てたと思うんで、まあ4番とかに与えた方がいいのか、最初から1番2番とか、あ、デッドボール、これは、あ、でも救急車来ませんでしたね、はい、あ、これはバントが一応このゲーム C ボタンでそうバントがあります、はい、まあ送りバントとかできるかどうか、おっと続けてデッドボール、
どんどんお金がなくなっていくマグロ。まあ危なそうなとこは多少は。さあだいぶお金儲けたので、さあ、ね、ジェシカ今のパワーアップ打撃用アーマーを変えるか。あと1個は変える、まあ、1個は変えるで4000だったので次のやつにももう1個変えるぐらいですね。買ったのかな。これはあっと、ああ何強化してんだっていう、ね、まあ強化してるやつは問答無用で退場させる方がまあそれはそれでありです。あっとこれはただこれは消してしまった。 あれあっとこれはもしかして間に合うか。間に合った。今一瞬 R1 さんがちょっとあれですね、右上を見せました。さあ R1 さんが、準決勝進出です。先ほど僕らが死んでるので、はい、鳴沢優とフリティさん、このゲーム A ボタンの方が気類なんですよね。確か B ボタンが進類なんで、まあどっちかというと押しやすい A ボタンをつい押しちゃうかもしれないんですが、そうすると戻ってしまうので注意です。さあ、ナサ君がスタートボタンを押してください。 1P 側がフリティさんで、 2P 側高校が鳴沢さんですね。このゲーム一応女性だらけのチームみたいなのなんかあったような気がする。あ、てかありますね、バトルエンジェルス多分それだと思うんですけど、はい、おっとこれはまあ能力で選べばいいと思います。そうですね、相変わらず防御率が、おっと防御率 0.11、 驚異のピッチャーが、さっきの 9. いくつとか、ねえ、だいたい6以上のやつが多い中でこの 0.11 はどれぐらい強いのかって話ですよ。さあこれに勝てば2020年マジ同級生出るかもしれないよ。まあとりあえず2016年に同級生の夢は叶いましたからね。そうですね、多分課金してパワーアーマーをつけるタイプのやつになると思うんですけど。さあ先方、あっとこれはフリティ、おっ、あっとアウト、フェンス届かずですね。フェンスにワンバンすれば落ちてきたの取ってもまあアウトにはならないんで。さあただやっぱりそうですね、まず打つのに慣れてないとチャンスも来づらいんですが、おっとこれはファールですね。だいぶフリティさん合わせられてる感じだったけど、さあ2アウトでここでまあもう3番からなんで、ここでなんとか取りたいところですね。2回以降になっちゃうとクリーンアップやっぱ外れちゃうんで、まあ、できれば1回で受けられればいいんですが、鳴沢さんの方もだいぶこう緩急つけたというか緩めの球でタイミングを取らせない感じですね。おっとこれはこれファールですね、ラインを越えられなかったんで。ただあのフェンスの上はライン多少越えてもファールになっちゃうので、そこは注意ですね。あっとまあ危ない危ない、これファール、浅い球カット。さあ刻一刻と時間を使っていって、いつコンティニューが出るかみたいなね。が1球外して、いやー緩い球に苦しんでますねフリティさん。なかなかこれファールですね。まあ、一応フォークボールなんかもあるんで、結構遅めの球は手を出すのが怖いんですよねこのゲーム。おっとこれは超えた、これはフェアですね。だったら跳ね返ってきたところをうまく処理できれば、まあ二塁はこれはいけるか、いけた、危ない。さあさあここで4番、4番はさすがに怖い。さあ遅めの球でゆっくりと、あータイミングが合ってないですね。これはなかなか厳しい。おっと怖い怖い、これが正面に飛んでたらと思うと。さあ1回勝負の野球となっております。1回の表裏、決着つかなければ延長戦、2回でも、同点だった場合は、お、これは抜けた、抜けた、抜けてますね。あ、抜けた、これは、これは走った、ちょっと走った、さあ待っている。今ちょっと一瞬三塁から戻ったように見えたんで、ちょっと躊躇しちゃいましたね。いや惜しいところでした。さあまあここはなんとか止めたいところですね、クリスティさん逆に。さあ鳴沢さんもパワープは D です。 D を押してください。 D 違う、それ A だから。え、右下え、右下だよ、強キック。
今 D 落ち配置に多分なってるから D ボタン強キック押せばタイム。じゃあここでお金が2000あるのでとりあえず1段階目の強化はできるか。あ、確か打撃アーマーは、あ、これ打撃アーマー、 あそこは一番バッターだね。今のバッターはソニア、今のソニアだよ。で今の強化したい場合はで、まあ、安いやつならつけられる。あ、つけなかった。さあ試合中にドーピングが OK となっております。素晴らしい品質ですね。これ完全にアイアンディーガーです。銀の御旗のもとに、ね、ちなみにどうでもいいですけどアイアンディーガー のヒロインをやっていた人の声が横山千佐だったと思うんですけど、僕の先輩は横山千佐さんのいいとこでした。テレフォンカードもらいましたね昔。さあちょっと請求が荒れてきてますね。これおっと、これはファールですけど取れる可能性が、あっと取れましたね。これこの中光ってますねあいつ。そろそろ爆発してもおかしくない。さあ44マグナムさえあればどうってことはない。おっとここでサドンデスに延長戦。さあここでクラッカーの設置が入ります。こうなると逆にお金を持ってる方が 1P がアフリティさんになるので、まあ、パワーアップをどこで使うかですね。4000しかなかったので、おっと、はい、コンティニューしてください。スタートボタンを押して、はい、スタートボタンを押せば。ちなみにこれボールを投げた直後でもこのコンティニュー画面になるので時間が止まる魔球がタイミングによっては使えます。あれは間違いなく打てないと思うんですけどね、本当タイミングよくやられると。さあファール。そうこの演出が無駄に長いのも、まあ、制限時間制だからじゃないかっていうのをちょっと疑ってかかってしまうところなんですけど。なるほど、最初制限時間制にしようかという話もあったんですが、やっぱりちょっとそれはそうですね、ちょっと先行が点取った後にタイムとかを連打すると遅延行為ができてしまうのでタイムのまま放置も可能ですからね、このゲーム。なかなかちょっとあれですね、盗塁やろうとしやめたりとかね、まあいろいろできちゃうと思うんで、その辺はちょっと残念ながら見送りということです。いやファールボールが長い。おっとこれは外に外れたのを振ってしまいましたね。さあここを逃すと勝ちがなくなってしまうので、なんとしてもつなげたい。さあファールでこれでワンストライクワンボール、まだ1球余裕ある。おっとこれは内側に入りましたね。今振ったからよかったけどデッドボールコースでしたね。ちょっと危ないところですね。おっとここでもうさすがに、さあ代打、ちょっと何ですかねこの全部ゼロっていうのは。なんだろうこれ、動力打力守備全部ゼロ、あれどういうこと、全部ゼロ、なんどういうこと、なんだろうこれ、バグのか設定し忘れなのか、内部的な数値で、あ、目安なだけなんですか単に。さあこれでフリティさんの勝ちがなくなりました。あとは嫌がらせに徹するしかないですね、さあクラッカーがいっぱい設置されると。さあニキータが登場。おっとこれは速い、224キロ、もう300キロ、やばい、サンダーバキュームボールですね。あえいやい、これはさすがに一転して、さあ代打か、代打だ。さあ代打誰を出す、なんか打力がつ、なんだこのハテナ8っていうのがよくわかんない、ね、マリア意外性チームって書いてある。おーっとこれはでもホームランじゃないんだよ ねこれホームランはセンターだけなんで、残念ながらホームランではないですね。さあこの野球版ルールとなっている2020年、これはさすがに、お取れるか、あ取れた、危ない危ない、危ない。さあ両者失格まであとワンアウト、さらに代打か、代打ですね、代打、打力が強そうなやつを選ぶのか、それとも、おっとさあチームを強化していく。
ここでプリティさんの方もちょっとあれですね、野球ロボ強化、野球ロボ、野球ロボの強化、パワー 40% アップ。先ほど300キロ投げてきたキャラが 40% アップっていうの、でも255、あれ、おっと、これはなんとかカットしてきますね。さあしかし追い詰められましたね。これはなあ、なんとか当てていくが、なんとか合わせていく。なるさゆえ、いやーこれはなかなか、翔太が出ればワンチャンみたいな。あーあーっと、よーしゃ失格、また集計がめんどくさい。さあガロボー対エンテ、さあこれ勝った方が自動的にベスト4になるやつですね。ガロボーさんとエンテさんを、さあでも先ほどエンテさんはなんか微妙にこのゲームやってます的な、まあ、野球といえばエンテさんのところがちょっとあるので、これには期待したいところですが、さあワンピー側が先行がエンテさんかね、2P が高校がガラボーさん。ガラボーさんはスポーツのルールを知ってるかどうかもちょっと僕の中では怪しい部分があるのですが、まずあの3回空振りするとアウトですからね。いやでも2020年ならそれぐらいさすがに分かってるでしょう。さあボタンを押して投げる。あ、いいですね、ストライク。ね、236キロ。まあ、このゲームでも表記が速くしてあるだけで、まあ、実際のスピードはちょっと、まあ、見た目のスピードがさすがにそのまま300キロだったら打てないんで、ちゃんと調整されてるようですけれど、今最速のピッチングバッティングマシーンじゃない、ピッチングマシーンね、240だって確か。ああそうですね、でそれをはるかに超える300キロを超えてるという、もうセガのロボピッチャーの開発が急がれますねこれは。なんか残像がついてるからすげえ飛んだと思いきや単なるフライっていう。このゲームなんか結構会心性の当たりが出た時になんかオレンジ色のスパコンみたいな感じの影がつくんですけど、なんかたまに手前のフライとかでも出るんですよね、こういうのですね。あ、結構伸びたけど、あ、これ動いちゃいましたね、うん、そう、このゲーム先ほども言った通りちょっとあの自動的に、あ、走ってるよ、ガルボーさん、ガルボーさん、ガルボーさん、あ、さすがにここまでは許さないですね。あ、ずうずうしい感じですね、これ。まあでも先ほどの通りあの当たりが良すぎてシングルヒットになりやすいゲームなんで、まあ、バスターエンドランみたいなのは全然ありだと思いますね。今ツーアウトっていうのもありましたし、多分それを狙っていたんでしょう。さあ攻守交代、今度はガロボーさんがちょっと詰まった当たり、あ、これバンザイちゃんとしてますね。お、ちゃんとジャックキャッチでお金も稼ぐ。さあ稼いだ金で後々、パワーアップができる、そんなルールになってます。さあデファール、いやーもうあと4年後にはこれが拝めると思うとなかなか考え深いことになりますね。おっと、なんか今投げるときにピッチャーがやたらと声出しましたけどね、なんかそういうなんか意外性っていう項目がステータスにあったりするんで、なんかそういうので多少なんか補正があるのかなと思うんですけどね。おっと、これは正面チェンジ。さあクラッカー配置、サドンデスに入った途端にクラッカーなんで、こうなると天候がやや有利なんですが、まあ、ここで取らないと勝ち目もないんで、さあエッテイさんとしてもここで何としても取りたい。さあガロボー、 おっと分かってんのか分かってないのか、いい球投げますねガルボーさん。だいぶなんかこう内気なところを外に外しに来ましたね、はい、おー、これはでかいけど、まあ、斜めだからボーラにはならない。アウト、おっと、いやーこれは当たりが良すぎた感じか、これさすがにまずいですね。あれでもボール、まだボール、おっとここで代打、チーム強化、チーム強化ですね。まあ下位打線なのでなんとしてもとりあえずここで一発が欲しい。エンテ、おっとここでちゃんとバンプしたやつは殺していくガルボー。あでも盗塁は見ていないと、あれ、あっと戻った戻った。
あーこれはえあや早いなっていう得点圏内ですね。得点圏内にさあサドンデスなので、あーこれ、あこれはあガルボーえああさあ遠征勝利。いやガラボさんやはりちょっとやや野球のルール分かってなかったですね。あ完全に分かってなかったですねガラボさん。周平と陽大、あ周平さんと、あ違えた、完全に今しょがりムーブでしたね。やばいですねこれ、新プレー好プレーに乗るレベルのやつでしたね。ちょっと年末に特集してほしいです。じゃあ 1P 側先攻が周平さん、 2P 側後攻が陽大さんですね。陽大さんは KOF 勢なのかな、まあ、KOF の大会とか VS さんで僕はちょっとよく見ることがあります。周平さんは最近はまあガロッペメインなのかな、ガロッペ勢の方ですね。チームがないと2020とか結構ギリギリなとこ攻めてきますね。あの名前大丈夫かな、よく考えればないと2000とかもね、もう出てないできてなきゃおかしいんですけど。これいつだっけ、91年だっけこれ作られたの。結構前ですよね。結構前だったんだよね。まあ当時流行ってたヨードラとかから撮ってるんでしょうけど、ちょっと初球は打ち上げてしまい伸びるけど、あポテンですね。これは運がいい。あガンヘッド。おっと僕が覚えてるのは朝宮キアの漫画の方ですが、あそっちですか。いや俺は PC エンジンの方です。シューティングゲームだな、懐かしいですね。さあ周平が三塁、二塁三塁、ノーアウト二塁三塁。だいぶいきなり、おあこれはいったんじゃないか。あ取れないですね。さあ先制点。ただまだ初回なので点が取られても大丈夫です。間に合ったんじゃないか今の。なかなかちょっと判断難しいですね、やっぱやり慣れてないゲームではあるんで。さあこれはフェアですね、ファールゾーン越えて、あやっとなんかあの得点の入る野球らしい展開に。さすがにこれはよく分かりましたね。おっと戻れなかった。おっと初球を流し打ち、落ちてきた球を、あこれは間に合うか、これ間に合うか、3点目。あこれは厳しい。周平いやだいぶ攻撃的ですね。おっと今までの展開からこの3点は非常に高得点、ね、あっとこれはおストップゾーンですね。バウンドしません、そこはバウンドしないです。いや転がりもしません。何なんですかねあれは本当に。このゲームゴロ自体も結構なんかすぐ止まるんですよね、端の方まで転がらないので結構手前で取んなきゃいけないんですが。さあだいぶこれはこれあ跳ね返ってきたところがちょっと悪かったですね。周平だいぶあれですね、これだいぶ気持ちよさそうな顔してますね。これはちょっとさすがにピンチですね。さあナイト2020、おっと、まあ、ピッチャーなんでさすがに打力はそんなに設定されてないと思いますが、このゲームやたらとなんかそういや あれですよね、観客席とかの書き込みがなんかしっかりしてますよね。売店で買ってる人がいたりとか。ああ5点、ストップゾーンで止まって、周辺の周辺のターンが止まらないですね。わあ これもまたさらに追加点。さあこれは一挙に得点差の追加。さあ7点、打順はもう一巡してるんで。おっとこれは引っ掛けましたが、まあさすがに取れない、これは取れないですね。おっとこれは超えますね。これは超えて、さあ三塁ランナーがホームに向かって走る。さあホームイン8点目。さあ周平の攻撃のターンが止まらない。さあこれもファールゾーン超えて、
俺はチームの能力的に打撃が強いチームを選んだのかな。ああ、マーフィーさんが、おーっ おーっとマーフィーの法則ですね、これ。さあ、とりあえず三塁、一塁三塁。このゲーム、ホールドは確かなかったと思うんですけど、これで10点目が入る。お、右に左。さあ、どんこれはやばいですね、今日の猛打賞間違いなしですね。猛打賞ですね、ちょっと。さあ、これはファール、ファールとか。まあ、でも相手がこれだけ取れたってことは、こっちもね、ワンチャンあればこんぐらい取れるゲームなので、まあ、陽大さんにもちょっと諦めずに頑張ってほしいところですね。とギリギリファール、ファール、ライン上はファールなんですね。そうですね、ライン上はファールですね。さあ、これは、あ、これは取れるか、ラッカー、あ、取れた。さあ、10点、1回の表10点を取った周平。大丈夫です、ホームラン10回打ってますぐ落ち着きます。まあ、バッチ2個分ですね、萌えプロで言うなら。まあ、それぐらい、なんとかまだしたいところなんですが。あっそー、3球三振。いや、でもジョン・マクレーンならワンチャン。いやー、これはちょっと最悪のクリスマスで終わらせたくないですね。あ、おっと、ここで、おっと、あ、クレジット。さあ、ジョン・マクレーンがマンボウ、マンボウ、さすがにランボーはまずかったのか。マクレーンは OK、 これはやばいですね、怒りのマンボウ、怒りのマンボウはこれあるかもしれない。ーおー、アフガンは遠かった。さあ、周平勝利、10対0。いや、これはなかなかやばいですね。周平が相当来てますね。さあ、18号と暇人、じゃんけん押してください。これが1回戦最後の試合ですね。2回戦は2つほどちょっと、ね、両者失格があったので、だいぶ2回戦から進行に優しくなりますが。さあ、 1P が18号、昨日の、ファイティングレア優勝者、ツピガーが暇人と。いやー、これは勝った方があの周平さんと当たるというのはなかなか次を考えると気が重いところですね。さあ、18号さんが、ただ18号さんはここさっき始まる前にエンテイさんにいろいろと教えを受けてたみたいなので、まあ、それがどこまで実践できるかですね。まあ、暇人さんもまあいろんな種目に出てるんで、ここで一つ頑張ってほしいところですね。さあ、先行は18号さんですね。18号さんですね。ガローピッチャーのマシンが1球目を、あ、ファールを超えましたね。超えましたね。これ斬新ですよね、三塁超えたらファールじゃないっていうの。結構この野球版ルールいいですよね。あ、デッドボール、ぶつけていく。さあ、一球逃して、本当これはライナー、これは抜けていく。さあ、ちょっと進んでなかったのが心配だが、あ、セーフ。まあ、ただノーアウト満塁なので、まあ全然、あとはフェンスを越えるような一撃があれば、まあ1点がほぼ確定なんですが、おー、危ない。いやー、これはなかなか、おっと、外に大きく感じますね。遅い球はとことん遅くできますね、このゲーム。あれでフォークにもならないっていうのは、これは超えてしまった。あ、ボタン押してないから、進塁してない、大丈夫かな、これ。そうですね、打ったと同時に自動で走り出したりしないんで、頑張ってこうボタンを押さないと。おっと、ボタン押してないんで、あ、まあでも今のは結構取られるかどうか。ライナーとかフライとかだと勝手に走ってくれないんで。あーっと、これアウト。間に合わず。さあ、2点を先制した18号。18号さん、最近バーチャ5でジャンを使ってるんですけど、残念ながらジャンが、ほら、クロスプレーで2点先制されて、暇人さんの攻撃ですね。さあ、まだ2点ならなんとかなると信じたい。あ、じらしますね、18号さん。おっと、ど真ん中。
さあ、2ストライクに追い込まれてしまうが、あー、ここで三振アウト。さあ、ワンアウト、2人目。おっと、ここでタイムをしてチームを強化していく。さあ、ソニアに、あ、お金が微妙に、守備用アーマーはあるんですけど、守備用アーマーは意味がないんじゃないか。これはちょっと、ね、何もしなかった。だいぶ打たれましたからね、お金もそんなに溜まってないかと思いますが、あのデッドボールがなかったらちょっと返せたかもしれないんですが、なかなか難しいところです。おっと、これは伸びが足りず、あ、これは、あ、バズアイして、あーっと、動いちゃった。そうですね、今ファインプレーで取ってお金稼ごうとしたんじゃないかと思うんですが、おっと、リプレイ、ニュートラルしてないとジャンプにならないんで。そうですね、レバーを入れてるとスライディングになってずれちゃうんで、まあ、バンザイしたらその場から動かずっていうのが、これはファウルですね。さあ、ツーアウト、追い込まれた、マジン。遅めの球でじらしていきますね。さあ、一球逃して、お、ここで、まあ、タイムですね、なんちゃってタイム。うわー、ど真ん中。さあ、18号勝利おめでとう。じゃあ適当と微分、じゃんけんしてください。さあ、適当さんはこのゲームを指定した、まあ、有識者枠。微分さんは来て早々に僕がこのゲームどうって聞いたら、いや、どうでもいいって言ってましたね。その後、チェルノブに座ってこのゲームをやってる姿は見てなかったので、まあ、どれぐらいできるかなって感じなんですが、最近なんかチェルノブ片手でやり始めましたね。そうですね、最近微分さんはチェルノブ縛りプレーにハマってて、後ろ向いたままどこまで行けるかと、まあ、片手プレーをよくやってます。なお片手プレーで5面まで行ってるのは、5面じゃない、最終面、いやな、6面まで行ってるのは確認してるんで、頑張れば もうそろそろクリアできるんじゃないかなと。さあ、今回、先行ですね、先行が適当さんで、後攻後攻めが微分さん 2P ですね。さあ、遅めの球で、おっと、ここで1点して速い球だけれど、あれあれ、微分さん、微分さん、微分さん、いや、大丈夫大丈夫、まだ大丈夫だよ。あっと、これ完全に動揺してましたね、微分さん。やばいですね、これは。さあ、早々やっと、微分さん、野球わかる？一応わかる、一応わかる、よかった。まず、相手を全員退場にすれば勝ちです。まあ、微分さんもね、体のどこかにボール型の技を持って生まれてきた男なので頑張ってほしいところなんですが、あっと、これはバントで送っていく。あっと、ボールセーフ、満塁策。あ、でも今一塁に投げたらその間にホームスチール狙われるぐらいの勢いだったんじゃないかなっていうところで、満塁からでかい一発食らいましたね。さあ、これは2人帰るか、帰りますね、さすがに。さあ、2人帰って、さあ、さすがにあの厳しい1回戦を勝ち残った方々は点を取ることにも長けてますね。あっと、ここでデッドボール、満塁だぞ。いやー、これは痛いデッドボールでしたね。さあ、罰金2000を払って、おっと、おダイソーですかね。ダイソーですね。ダイソーは初めて見ましたね。まあ、おっと、296キロここで、おストライク入った。いやー、しかし適当さんは反応がいいですね。スポーツゲームに強いだけあります。まあ、指定しただけのことはありますよね、やっぱり。そうですね、まあ、微分さんもそろそろ片手プレーをやめて両手でプレーした方がいいんじゃないかと思うんですけど、あっと、お、フェア、あれはそう、フェアです。完全に今フェアさんに対して切れてる微分さんがいますね。今、切れてるのが、切れてるのが明らかに人物でしたね。そうですね、ええ、完全に KOF 勢の方でしたね。いやー、これはなかなか打つのが辛そうな。
三ストライク。真ん中球がさっきからデッドボール出したりして荒れてますが、この速さはなかなか使いって。おっとこれはフェアですね。いやだからあのね、三塁線切ってもファールゾーン超えたらフェアなんだこのゲーム。残念ながら。いやそうなんですよね、まあ、これがなかったらファールだらけになっちゃうんでしょうけど、このゲーム。さあ、チームを強化していく。さて、野球ロボ。いやデッドボール、草のこと食らってんで、だいぶ。これは、また時間がかかるファール。おっと、外側を食っちゃいましたね。このゲーム、投げた後にだいぶボールいじれるんで、まあ左右が結構遅い球だと曲がり方がすごいんですよね。今相当曲がりましたね。おー入れていく。今のうまかったですね。さあなんとかツーアウトなんですが、ここでまた一発でこれはフェアなんですね。そうですね、最近 KOF14 勢のフェアさんがまたバージョンアップだよって嘆いてましたけど。ああ、またバージョンアップなんですか。まあ演出強化とからしいですけど、隠し調整あるんじゃないかっていう疑惑がやっぱりあるんで。あーだいぶお金持ちになってますねこれは。さあ1回の表先制してんのがテクト。いやーこれは取れそうな。これは取れるか。あゆうさん動かない方がいいよ。ああ危ない危ない。最初にだいたい守備位置まで行ってくれるから。まあ点差はだいぶ開いてますねこれ。さあ振り遅れて、さあ6点。ただデッドボールがちょっと響いてますからね、ビーフンさん。やばいですね、アンスラックスさんが。ビーフンさんはメタルバンドチームみたいなやつですね、これ多分。あー、遅い。遅いタイミング外されましたね、これは。ビクセン。だいぶなんかこう、曲げてきますね。おっと、引っ掛けて。さすがにアウト。ユーザーピンチですねこれ。あ、ガンズ。いや太ってない頃だったらまだいける。50キロ。これでフォークにもならない。おっと、これはわりかしい当たりっぽく見えるけれど、バンダイがっちりキャッチ。さあ勝ったのが適当。いやさすがでしたね。じゃあ周平と18号ですね。早くも2回戦最後の試合ですね、2試合目にして。やっぱ意外に長いなこれやっぱ、うん、まあ結構ファールの時間とかの待ち時間が長かったりするんで、まあ、タイムを取って強化とかも結構やりますしね。さあ周平さんと18号さんじゃんけんし、1P 側が18号さんですね。さあ先ほど10点の大量得点をした周平と、さあ18号がワンピガー。さあ18号さんもねここを勝って、なんとしても師匠の遠藤さんを倒して師匠越えを果たしたいところでしょうし、周平さんも先ほどの勢いそのままに、まあ、勝ち上がりたいところですね。チェッペにメタル123、ね、メタル123のこの適当な名前っぷりがやばいですよね。あボタン配置あのこれこれ一番左のつまみで、ボタン配置つまみで調整するやつなんで、まあそうですね、さっきあの A 落ちだったり D 落ちだったりちょっと人によって変えてる可能性があるんで、まあ、ちょっと今更で申し訳ないですけどちょっと確認してからやった方がいいですね。あおおそんな曲がんだ。だいぶ今曲がりましたねこれは。でもナイト2000ならあれぐらい曲がってもおかしくないのか。遅い。ちょっとタイミングずらしてきましたね。周平さん先ほどの見る限り速球にはかなり反応が良かったんですが、遅い球にはまだちょっと合わせられてない感じがしますね。いやこのキッドよく球曲がりますね。いやさあこれはファールかな。ファールだな。おっと あれでボールか。惜しいところですね。なかなか深いところついてきます。
さあ、球の速球がちょっといやらしい感じ。だいぶこうボールの間合いからストライクに入っていくような球を、まあ、周平さんは結構選んで投げてますね。外から内にみたいな感じですね。これは抜けましたね。これは抜けた。さあ、あれは審判です。いやー、パッと見だとやっぱ間違えますね。青いキャラなんかしてると特に。さあ、なぜか4番バッターだけ英語でキスっていうそこはごまかさないんだな。そこはごまかさないんですね。感じがちょっとありますね。さあ、メイクをしてる時代なのかしてない時代なのかで攻撃力が大きく変わりそうですがいや、300キロ近い球を随分とポンポン放ってきます。チェンジ。ここは無得点で終わって、さあ、周平の攻撃。そしおっと、周平さんはハーフスイングを使うタイプですかね。あ、ハーフスイングですね。あ、抜けた。まずは一塁。いや、球の足が意外とああいうところで遅いんで結構取りに行くのは大変なんですよね。さあ、そしてガンヘッド。おっと、これは打ち上げてしまった。いや、これは落とした。ただまあさすがに取ると思って、おー、これは一塁に投げてしまったかために、二塁もセーフ。いや、これは一転してだいぶピンチですね。おっと、点が欲しいと打ち気に流行って、今一瞬だけ盗塁仕掛けようとしたのかな。牽制かな。牽制ですかね。牽制もあるってことですね。さあ、外しに外して見ていく。さあ、外してフルカウント。これは勝負をしに行かないといけない。あ、抜けてしまった。絶妙。いや、でもさすがにここは満塁ですね。さーて、ここで長打が出ればさよなら勝ち。周平、これはまずいですね、なかなか。じゃあ、なんとか抑えていきたい18号。やはり怖いですね、ちょっと外側にボールを外す。あー、デッドボール押し出し。さよなら、デッドボールで周平勝利。いや、早くもこれでベスト4が出揃いましたね。じゃあ、適当と R1、じゃんけんを。さあ、有識者の適当さんはどちらかな。 1P 側が適当さんですね。 2P 側が R1 さん。さあ、16人トーナメントでさっさと終わるかと思いきや、もう1時間経ってしまっている。この WKO が2つあってこの時間ですから、ね、この時間ですね、なかなか時間かかりますね。ちょっと今度からもうちょっとルールを考えましょう、これをやるときは。いや、トヨタありがとう東京ワン鈴木っていう適当なネーミングセンスがやばいですよねトヨタなのか鈴木なのかどっちかはっきりしろって感じですよ、ね、車なのか何なのか。別に全部車メーカーでそこは良かったろみたいな感じがしますね。マツダとかダイハツとかそんなんで良かったと、ね、本当にもう。さーてと、ワンピー側が適当さんなんで最初は適当さんの攻めですね。さあ、アリスさんもここのところエスプガルーダを頑張ってやり込んでいるので、その成果をここで出したい。さあ、ここはうまく進塁だ。お、2塁進んでいる敵と。いやー、バウンドの度合いが弱かったんでなかなか落ちてくるまでの時間がちょっと長かったですね。さあ、さすがにこれは見ている。そうですね、このゲーム結構知らないと。おっと、あー、ここ見てますね、しっかり。いやー、そうですね、なんだかんだで操作に慣れてないと進塁切塁もやりづらいのでなかなか進みづらいんですが、あ、おー、これは、あー、これはうまく進塁。いやー、アウト一つ稼いどこうと思ったんですが、残念ながら一塁間に合ってしまいましたね。さあ、一三塁ランナー得点圏においてノーアウト、これはなかなか厳しい。おーっと、これはバントが危うく今取られるところでしたね、むしろ。あっと、これは危ないですね、今、はい、ワースターとかだったら二塁に走ったのを見て、はい、二塁に投げたところでホームに走るといった手も使えるんですが、ちょっとこのゲーム送球がちょっと早いので、早いんですよね、ええ、で、まあ、走るのもやや遅く見えるんで難
難しいところなんですが、一般の球場より広い設定だと思うんで、ちょっとは走るのが遅く見えるという。そうですね、これはなかなか、おっと、あバント、だいぶスクイズ狙ってる感がありますね。まあ、まず1点取れば1回勝負なんで、かなり心理的には楽になりますからね。さあ打っていった、今転がしたけれど、まあ、これはまずホームに投げてとりあえず点を許さないようにしましたね。さあそしてリピーター、まあ、満塁ゲッツーもあるんで、ここはさすがに満塁といっても油断はできないが、おこれはいいところに転がった。さあ1点はしょうがないですね。これさあまだまだピンチは続くが、おっとかなり遅いですね。あれに合わせるのは至難の技、大きく外に、これはさすがに見送りますね。さあちょっと怪しいところを、これは取れるか、フェンスまで行っちゃいそうですね。ファールですね、まあ、ジャンプで取れるような高さだったらいいんですけど、おっと遅めの球を、これでなんとかツーアウト満塁、何があってもこれはちょっと厳しいですね。このおっと、おサラ、サラ、サラはなんだ、サラコナーか、多分サラコナーだと思うんですけどね。これおっと、あーこれは打ち上げてしまって、おこれはなかなか落ちてこないな、おお危ない危ない、ちょっとヒヤヒヤしましたね今。ただまだ1点差、あとホンダですね、ここでホンダ一応なんかあれですね、多分投手陣だけじゃなくて、まあ普通の野手にも、あ、デッドボールでしょうけれど、川崎出てきましたね。多分相当意外性が高いステータスしてると思うんですけど川崎というと、いやこれはおっとライナーが飛んでくるが、これは残念ながら野手の正面です。すき焼き、ここでここですき焼き、ヤマハとかそういう方にはいかない。あーセーフ、いややばいですね、坂本九かな、うん、すき焼き、4番、あ3番か、3番、3番、おっとこれは落としたところに、これはあっとこれは間に合わない、おいやちょっと操作ミスですね。そうですね、ああいう時はまあ余計な音は狙わないで、まあ、3塁で止めとくのが良かったかなと、まあ、ただこれで得点圏に1人いるので一発あれば、これは抜けてしまった、いやこれで同点に追いつきましたね。これは RH さんありますね、寿司、急に食べ物になってくる、すき焼きの次は寿司ですね。いや、 やはり日本の4番というと寿司かな、すき焼きよりも寿司か、寿司なら一発、寿司が一発当たるっていうと完全にダメな感じですが、そして5番は桜、どうかなこれ、桜咲くかな、おっとこれは、いやー危ない危ない、おここでコンティニュー、まあ、あっと投げていったところだったので再開と同時にボールが飛んでいくという、いやーこれが止まる魔球ですね。おっと、あー桜、これはホームランまではいかない、さあファインプレーで、あでもこれはタッチアップしてません、成功してんのか、あーこれはサドンデスに、いやーなんですかね、途端にいい勝負になりましたね。ちょっといやジャンプして気持ちよくなってる場合じゃなかったんですけどね、取ったまま投げるっていうのができたら話は別なんですが、さあ1点して今度はピンチですね。あとはパワーアップをもうここまで来るとどこで使うか問題になると思うのですが、いやー遅めのボール、タイミング合わせるのが辛そうですね。おっとここはしっかり見てましたね、これはフェアですね、いやー本当にこれがフェアっていうのがやばいですね。おっとこれは2塁打、下位打線なので、まあ、代打を出すなりなんなりしてもいいし、おっと走った、いやこれ戻りましたね、まあ、でも先ほど一度あれですね、あのなんか投げるのミスって一塁投げて進塁許したとかもありましたんで、まあ、積極的に揺さぶっていくのはなかなかいい攻めだと思います。い
いやこれはなかなか見応えのある試合になってきましたが、あここでストライク。おっとタイム、ダイソー、ダイソー。いやさすがに総力値とか細かく調べてないんですが、いやさすがにこのゲーム200キロ台と100キロ以下のチェンジアップを使い分けられるとタイミングは本当に上がりたいですね。これはあこれはさあこれ延長はサドンデスので、適当勝利。いや適当さ有識者さすがに強かったですね。決勝進出さすがですね。さあ遠帝周平、さあ遠帝さんもこのゲームひっそりと有識者で、周平さんはもうかなりの打撃センスを今日は見せてるんで、今年のドラフトで声がかからなかったのが惜しいぐらいですね。さあ先行が 1P 周平さん、後攻が遠帝さんですね。てかさすがに勝ち上がってくると野球になってきますね。そうですね、だいぶ野球っぽく見えるようにはなりましたね。いや、まあ4年後にはこれが現実でも行われるようになるはずなんですが、ただここに来るまで未だにやっぱりホームランが一度も出てないんですよね。やっぱりあのセンター返し結構まあ難しいですね、芯を捉えないとホームランならないっていうのがちょっと辛いですね。おっとこれはライナーが正面ですね。270キロで外して、うわ内に外にと攻め立ててきますね。あ微妙に曲げてど真ん中へ。さあ3球三振。さあガンズここまでかなり打ってきた周平さんを抑えきる遠帝さんのピッチングがすごいですね。これはあー間に合うか、あーあー間に合った1500円。いやこれはさすがですね、野球有識者としてかなりの守備力を見せてくれましたが、さあ一転してピンチ。このゲーム結構ゴロがこうやって止まっちゃうんで、なんか打ち上げるよりこういう方が取りづらいですね。シングルヒットになりやすいのはどっちも一緒ですけど、バウンドしないですよねあんまり。あさーって進塁しているぞ。あこれは野球巧者を見せますね。あ盗塁は300円なんですね。おっとさ進んでいたがさこれは戻すの、そうなんですよ、これはアウトを余計に取りに行かない方がいいですね。いやちょっと追い込まれたぞ周平。さあ落ち着いていこう。おっとまあ、アウト1つ落ち着いて取ってきて、おお、まだ1つ、まあ、まだ3塁にいるので油断はできないですが、おっとねー、これはあそっちっ、さあこれでさよなら。さあ遠帝勝利。いやかなり盤石でしたね。いやー操作ミスでしたねちょっと周平君残念。さあそれでは、決勝戦ですかね。もうはい決勝、遠帝対適当。いやなんだかんだで結構野球ゲームって荒れるかなと思ったんですけど、まあ盤石にそのスポーツゲーム強い2人が勝ち上がってきましたね。さあ、先行が、適当、そして後攻が遠帝と。ストリートファイターカーニバル第25戦、2020年スーパーベースボール決勝始めてください。いやこれはなかなかお互い守備がうまいんで、まあ、打撃ででかいのをやるか下を転がすかなんとか、まあ、狙ってできるものでもないのでなかなか難しいですね。この辺は1点勝負になりそうな気がしますね。アウト、スリーバントハーフスイングを使ってまず適当さんはコツコツと進塁を目指している感じですかね。まあ、つなぐ野球で1点を取ろうというところでしょうか。いやしかし200キロを超える球で左右に振るので、あこれはまたしても浮いてしまいましたね。なかなか前に飛ばないですね。そうですね、バントは結構浮いちゃってますね。280キロにバットを当てるって相当難しいですけど、300キロ近くの球をバントで当てる。おお300キロ出ましたね。またしてもブラック
あっ、アンダーバキューボールがだいぶ強いですね、このキャラ。わー、これは三者凡退というか、三者三振。そうですね、これはかなり、わーっと、すごい遅い球をだいぶ来ましたね。これはタイミングが取りづらそうだ。さあどうする。おっと、しっかり待ってましたね。これは抜けていく。あ、ストップ。もう二塁打にもならない。こういうところで、あ、そうですね、ここで一塁とかに投げちゃうと二塁取られちゃうんで、まあ今みたいになるのがいいですね。あっと、球が遅いのを見越して走ってますね。あー、三塁行った。おっと、びっくりした。なんだ今走ってんの。あー、抜けた。これはさよなら、遠征勝利。あー、すごい。いやー、決勝はあっという間でしたね。じゃあ、ちょっと遠征さんの準備が整うまで。そうですね、ちょっと遠征さんの準備があるんでね、しばらくお待ちください。さて、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。大丈夫ですか。いいんですか。はい、優勝したエンテイさんでーす。アベマリオです。2020年なんでね。2020年なんで、はいはい、それに合わせて用意してきました。今回はあのセガ信者に喧嘩を売ることもなく、はい、ジャンプアクションでもないので、ちゃんと時事ネタを絡めてきたってことで、はい、というわけで、はい、どうですか今日の。意外に長かったですか。そうですね、今日の戦いを振り返って。だいぶ長い戦いになりましたけど、まあ終わるときは本当一瞬で終わるゲームになっちゃうんで、まあちょっとある程度見せるプレーをしたかったんで、ちょっと頑張って足で稼ぐ感じで。はい、エンテさんやってたこれ。はい、だいぶやってました。だいぶやってた。だいぶやってました、ね。じゃあネオジオの野球も任せろと。そうですね、あ、でもあれかな、リーグマンはちょっとまだやってない感じなんで、あっちの方はちょっとって感じですかね。 あれはアクションじゃないです。まあアクションなんで。あれはアクションです。あれアクションですからね。またあのそういうことを言うと、はい、いろいろなところから、はい、あのクレームが殺到するので、はい、気をつけた方がいいと思います。はい、大丈夫です。僕はあの誰のクレームも受けて立ちますので。とりあえずアレックスキッドも取って、2020年スーパーベースボールも取ったということで、はいはい、じゃあ強かった、エンテさん、はい、じゃあ優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。というわけで、はい、慎吾さんありがとうございます。いや本当に、というわけで、明日ないんだ。明日ないので、明後日。そうですね、明後日が三国演舞。明後日が、皆さんお待ちかね、三国演舞。そうですね、今日実はエアガイツ仮面さんがいたんですけど、まあ来た早々大会を脇目に振らず、三国演舞にコインを入れて、誰にも渡さないぞって言ってたんで、だいぶ木曜は期待ができるかと思いますね。とりあえずちょっと画像荒いですけど、こんな感じで、まあ、今ずっとエアガイツ仮面がやっているという。最近またなんかいろいろと練習はしてるようなんですけど、まあ巨著で2連覇してるということなので、次も多分巨著で出るんじゃないかなと。というわけで、慎吾さん長い間ありがとうございました。いえ、こちらこそありがとうございます。いや、こんな長くなるとは思わなかった。さすがにちょっとびっくりしましたね。早く下を元戻さないといけないので。そうです。今日貸し切り、あ、終わりました。貸し切り終わりました。まあね、なんかいろいろ有名な人がいっぱい来たけど、行っていいのやら悪いのやらっていう感じなので。ああ、そちらの方は。そうですね、僕もちょっとさっき見ちゃいましたけど、なんかすごい感じで、確かなんか12月ぐらいに放映だとかなんとかそういう話だったんで、また、ね、近づいたら、まあ、許可が出れば多分、お店のアカウントかなんかでポロッとそういう宣伝とかは出ると思うんで。映画じゃないです、バラエティ番組です、でした。あそこまでやるんだったらスタジオでやればいいんじゃねえのかなってちょっと思ったけど、帝の1階をほとんどスタジオ化してしまったという今日の、貸し切りイベントでした。ちょっと、1階のゲームをやりに来た方には本当ご迷惑をおかけしました。
終わりましたので明日から普通に営業しております。というわけで、今日、スーパーストリートファイターカーニバル2016第25戦、スーパーベースボールでした。ありがとうございました。お疲れ様でした。